インターネットの発達とともに普及するオンライン地図。情報がデジタルになることによって自在に表現・加工できるようになりました。そんな中、触って読み取ることができる視覚障害者向け地図の研究が進められています。遠藤さん、今地図はデジタル化によってパソコンとか携帯電話とかカーナビで見ることが一般的になりましたよね。で、外国の街の地図も簡単に見ることができますよね。海外出かける前にね、はい、探したりしますからね、うん、ということで、地図は検索エンジンでも常に上位にランクされる非常に人気のコンテンツなんですよね、はい、でそれに加えて、GPS という、まあ、位置情報が分かるようになってきて、いろんな楽しいサービスが始まっているということなんですよ。ということで、まあ、いろんな技術が今この位置情報関係で出てきてですね、それ専門の展示会なんかも行われたりしてるんですね、うん、地図や位置の情報を使った趣味とかゲームも最近人気ありますよね。僕も結構やってますけれども、うん、はい、まあ、デジタルならではの力を生かしてこんなこともできるようになってきてます。これはですね、食地図といって視覚に障害のある人が手で触って読み、食地図って接触の触なんですか？そうですね、接触の触で地図ですね、触って読み取る地図のことです。作り方はですね、ウェブアプリケーションになってまして、水道橋を入れてもらって、はいはいはい、検索とやると、障害者さんのデータを元に触りやすいデザインにレンダリングをします。で、出力ボタンを押してもらうと、水道橋駅って入れた部分なんか自動的に点訳されて、出てきます。なるほど、はい、印刷されたのがこれですね、はいはいはい、この段階ではまだ、まだ平らですね。平らなんですね。で、これをこの青い機械にかけます。これ専用のこういう機械なんですか？そうですね、これ立体コピーって言って視覚障害者の世界では割とポピュラーな、ポピュラーなんだ。盲学校なんかに行くと置いてあります。通って出てくると、なんと膨らんで、すでに膨らんでいる。紙がカプセルペーパーっていう特殊な紙で、うんうんうん、あの黒い部分に熱が集中するので、そのカプセルペーパーのカプセルが膨らんで触れるようになる、うんうん、で交差点がこう丸くなってたりとか、あの信号機付きの交差点がこう丸ポチがつくそうなんだ。で、線路のところがギザギザ、でブツブツは川だぞみたいな。そうですね。こちらが食地図です。おもちゃのモコモコペンと同じ感じなんですよね。そして点字も書かれています。で、好きな場所の地図を簡単に作成できるという点がメリットですよね。これね、もちろんこうモコモコが出てくる、点字も一緒に出てくることが、触ってわかることが重要なんですけども、はい、まあ、一番重要な技術は実はこう簡略化じゃないかと思うんですね、はい、これだとまあ太い道中心ですけども、うん、自分が行くところだけこう印刷されてるとかね、うん、まあ、ということで、まあ、デジタルということで地図も、まあ、今までと違う使い方、違う見方、見え方もするようになってきているということですね。